皆さんこんにちは。 NHK 杯テレビ囲碁トーナメントのお時間です。今日は1回戦第16局、竹宮正樹九段対後藤俊吾九段の一戦です。どうぞごゆっくりお楽しみください。握りまして竹宮正樹九段の先番となりました。コミは6目半、持ち時間はなく初手から1手30秒で打っていただきます。ただし途中1分単位で合計10回の考慮時間がございます。それではお願いします。黒16の4、右上隅星。10秒。白4の16、左下隅星。黒16の16、右下隅星。黒番の竹宮正樹九段、東京都出身。1965年に入段し、1977年九段、北に実る九段門下。 NHK 杯38年連続40回目の出場、日本棋院東京本院所属です。白4の4、左上隅星。黒番の後藤俊吾九段、兵庫県出身。1980年に入段し、1995年九段、早瀬博九段門下。 NHK 杯は3年ぶり10回目の出場、日本棋院関西総本部所属です。20秒。25秒。白3の14。解説をしていただくのは小松秀樹九段です。どうぞよろしくお願いいたします。今日の対局の見どころはどのあたりでしょうか。はい、やっぱり竹宮九段がね、黒番ということで、竹宮を中流に後藤九段がどう対応するかというのが今日のポイントだと思います。はい、すごい楽しみな、はい、そうですね、楽しい戦に。25秒。はい、どうぞよろしくお願いいたします。28秒。それではここでトーナメント表をご覧ください。黒16の10。今日は A ブロックとなっております。はい、1回戦も残り2局となりましたね。はい、小松九段から見て注目のカードは、はい、そうですね、やはり謝女流本因坊がね、どこまで勝ち上がるかが興味深いところですね。あ、はい、やはり女流棋士の活躍は注目ですよね。あとね、若手で村川さんなんかも相当強いので楽しみですね。14の3、はい、かかり。それでは今日のお二人の対戦成績をご覧ください。お二人は5局打たれまして、はい、竹宮九段の3勝、後藤九段の2勝となっております。そうですね、ほぼ互角で、まあ実績から考えると後藤九段も頑張ってるという感じがしますね。はい、20秒。初対局の時には竹宮九段が名人の時だったんですが、はい、その時には後藤九段が勝たれていますので、ほぼ五分の戦いとなっております。30秒。竹宮正樹九段1回目の考慮時間に入りました。はい、それでは局面の方を見てまいりたいと思います。はい、やはり竹宮九段は2連勝の構えと、はい、2連勝まではね、はい、もう 100% なんですよ。あ、もう黒を持ちますと、そう、竹宮九段の方が全部記録がつくので、2連戦まで 100% で、ここで最近は多分かかることの方が少し多いと思いますね。ああ、こう3連戦のイメージがあったんですが、3連戦によってこうかかってコスむっていうのが一頃、竹
竹宮九段の得意な布石だったんですけど、はい、最近はですねこうかかりましてね、受けた時に実戦もかかりまして、はい、こう受けて二間に打ったりね、あこういう手も打たれるんですよ最近は。ちょっとこう石が三線にいってるのが意外な感じが、先生のイメージではないんですけど、うん、あのこういう手も時々打たれますね。今日はかかりを一本、はい、それから三連星と取りましたね。はい。今日はやはりあの NHK 杯なので、ね、13の16ファンの期待に応えて三連星はやはり打たないとね面白くないですよね。やはりこう、はい、テレビをご覧の皆さんはこう、ね、はい、壮大な宇宙流を楽しみにされていますので、はい、その辺は先生も分かっているところだと思いますのでね、はい、そしてやはりこちらですね、はい、これはもうちょっと目新しい感じですね。先生のこの中でも珍しい感じですね。25秒。そうですか、はい、新たな試みというところですか、はい、そしてこちらに7分かりをされました。それでは対局前に伺ったインタビューをご覧ください。まずは後藤九段です。対局への意気込みをお願いします。はい、全国1000万の囲碁ファンの方々に、楽しんでいただける碁が打てたらいいなと思います。それと、間違ってチャンネルを回した人にも囲碁の魅力をちょっとでも伝えられたらいいなと思います。お相手は竹宮九段ですがいかがですか。はい、組み合わせ表を見た時から、宇宙流の竹宮九段との対局を非常に楽しみにしてました。でそれよりも今日は万波さんに会えるのを楽しみに来ましたので、万波さんにこいつは弱いなと思われないように、囲碁を打ちたいと思います。以上です。ありがとうございます。本当にあの大阪の先生はこう、はい、面白いコメントをいつも考えてきてくださっていて、ね、はい、はい、まあ、じゃあもう目標は達成したわけですね。20秒後藤九段も3年ぶりの NHK 杯となりましたの で、はい、でね、25秒、はい、ね、実は今年も2局打ってるんですよ後藤九段と。あ、公式戦で、はいはいはい、黒6の15調子良さそうです、ね、そうですか、はい、はい、それでは続いて竹宮九段にも伺いました。対局への意気込みをお願いします。意気込みないんですけど、あのいやあの後藤君はね、あの信氏みたいな風貌じゃないですか。かっこいいね男でね、碁も強いしね。でもまあ今日はね僕も負けるわけにいかないんで、あの今日はねアルゼンチンタンゴみたいなこう魂のねこもった感じるままにという号がね打てたらいいなと思ってます。はい、はい、アルゼンチン単語のような、はい、どういったそうですね、いや先生ねここ数年ダンスにね、結構されてるみたいなんで、はい、あのもう毎日1日3時間は練習されているということで、はい、すごいですね、はい、それでこう囲碁の調子も良くなってきたとおっしゃってましたが、4の13だ今日リズミカルな碁が見れるんでしょうか。感じるままにとおっしゃってましたね、うん、はい、以上インタビューでした。それでは局名の方に行きたいと思います。はい、こちら白が両掛かりした時に、ね、はい、このように受けました。で3-3ですね、白これも大体3-3入る一手で、ここでですね、いろいろ考えられますね。はい、まあ、何かかける打ち方、こちらにかける、はい、あその前に昔は必ず押さえたんですが、はい、最近は押さえないで手抜く手もありますしね、まあ、あとかける打ち方ですね。かけますと白はどのように、まあ、多分こっちにハイですかね。20秒かけられたと逆の方にハウんですね、はい、でまたかけてるような手もありますね。25秒、外側に来る勢力を張る、はい、ということですか。28秒、まあ、それと手を抜いても白からどっちかハウぐらいなので、伸び手を抜くという考え方もありますね。はい、はい、実戦は手を抜いてこちらの飛びとなりました。はい、10秒、はい、そしてそうですね、はい、なんとなく白ハサミにいる逆側に這うことが多いんですよね。何かあのこの石が弱いのでこっち側に這った方が安心な気がするんですが、うん、そうですよね、はい、これはね、うん、まあ、こっちもありますよ。でもなぜかあるほど逆側這うことが多いですね。私にも理由は分かりますよね。そうなんですか。多分どちらもあると思うんですけどね。はい、はい、そしてここにかけまして、ね、はい、28秒押しを1回打って、はい、竹宮九段2回目の考慮時間になりました。ここまでが現局面ですね。はい、ここで考慮時間となりましたが、
やはりこう早くもなんとなく模様の景色が、そうですね、もう右下の模様は相当な模様で、さらに広げていくか、さらに広げるというのは、はい、どのまたかけここですか、はい、かけて出て、まあ、大体プロは出るんですよね、はい、ではなくて、はい、でまあこういう飛ぶとか桂馬とかいう打ち方も見ますね。もしくはこちらに何か隅を守る、はい、まあ、竹宮九段のタイプはこのタイプではないとは思うんですけどね。あとこの辺かける手も立派な手ですね。いくつかやはり考えられる局面なんですね、はいはい、竹宮九段はもう宇宙流といった棋風が有名ですが、後藤九段はどのような棋風なんでしょうか。竹宮九段引き続き3回目の考慮時間になりました。後藤九段はね、まあ、棋風っても難しいんですが、まあ、すごい手厚い感じですよね。形が崩れない。あ、ええ、はい、で時々鋭いジャブが来てね、それがなかなか鋭いんですよ。そうですか、ではこう戦いなどもとても得意とされているんでしょうか、はいはい、そうですね、はい、竹宮九段早くも3回の考慮時間を使われております。はい、この次の一手は相当楽しみですね。多分私の言った手は当たらないと思うんですよ。そうなんですか、先ほど3通りほど候補を挙げていただきましたが、はい、違ったところに打たれそうですか。もっと楽しい手がね、例えばこう模様を広げるために天元などというのはあまり考えられないんですか。55秒、天元で、はい、このようにこうちょっとこうふんわりと58秒、打つならもう一個かなと思ったんですよ今。もしかしたらね、さらに広げて、残り6分です。なんとなく黒っぽいので、もし真ん中打つならここかなと思ったんですけど、多分でも私の言ったことは当たらないと思います、はいはい、かなり考えられてます ね、はい。例えばこういった白石にかかっていくのはいかがですか。それはね、普通の人なら考えられるんですけど、まあ、かかるとしたらこちらなんですけど、竹宮九段に限ってはまあ絶対ないと言っていいと思いますね。絶対ない、はい、30秒、まあ、そっぽに近いでしょうね、うん、竹宮九段の感覚ではね。やはり注目すべきはこちらなんでしょうか。そうですね、まあ、右下一帯ですね。はい、50秒、55秒、当たりました。当たりましたね、はい、16の7、ちょっと当たったのも残念な気もするんですけどねもっとこう喜ばしてくれそうな手をね、かなり考慮時間使われますので、はい、いろんな手を考えられた中でこの手を選択されたと、はい、20秒、これはやはりこう模様を重視した。そうですね、手厚い一着ですね、はい、これがないですと白から、まあ、ここに桂馬に移ってとか、こちらに移ってましたしね、残り9分です。で、まあ、この、まあ、2目捨ててもいいんですが、まあ、ここに打ってるって相当立派な手ですね、はい、ここなんですが白は何か受けますか。いや、これを押さえられると取られるんですが、はい、次黒に押さえてきましても、ここに打つ手がいい手なんですよ。ああ、はい、切りがありますので繋ぐんでしょうか。はい、そうですね。で、まあ、ここへ跳ねて、はい、こうですか、はい、で、まあ、伸びぐらい打ってましてね、ちょっと黒の形があまり良くないんですよね。また跳ね継ぎも約束されてますからね。ですからここを何かこう打つときはこう打つんですが、助けるんですが、こう今の場面ではこう打つことはないですね。何かこっち荒らすか、ここが普通ですけどね、はいはい、これは部分的に三々などこうかかりとかではなくつけるところなんですか。そうですね、あの三々に打って普通に打って受けられて不満な時はつけるという感じですね。はい、あ、実戦もこちらにつけられました、はい、これは普通だと思いますね、はい、はい、このここが位置が2件だからということなんですか。いや、三々ですとね、はい、あの、まあ、こうなりまして入りますよね。で、こうなるんです。あ、これは、で、まあ、跳ね継いで20秒、こうですか、駆け継いでね、はい、で、まあ、こう突き当たり一本打てば生きるんですが、こうなった時にこの谷が深すぎてね、これも言うの谷が深すぎてちょっと自信がないという時は大体つけるんですね。10秒、はい、はい、実戦つけまして、はい、そうね、竹宮九段は大体外ですね、18の15、内側ではね、16の15、両方あるところだと思うんですけどね、
で、まあ、大体半年ですね、はいはい、外側というのはあのこう地を与えても外に勢力を張ろうといただくことですね、10秒、はい、でこうなって、はい、でまあちょっと主張の関係があるんですけどこうやりましたよ、はい、はい、主張というのはですねもしこうなってですね、はい、実戦目かけすぎました。18の17ますか。これ切るとどうなるんでしょうか、はい、で取りますよね、はい、でこれ切ってあ、まあ、当てを打つんですけど、まあ、当てを打ちまして伸びてね、はい、でこうやって跳ねますよね、はい、これ1本道なんですけど、これは当たりなので、はい、これはどうなっているんでしょうか。当たりなのででこうなった時にこの切りとこの主張が、この主張白がいいですよね。黒、そうですね、はい、白が待ってますので、はい、ですからこう羽二段した時に黒はこう多分取ることができな い, という16の17ですね、はい、でも実戦はそのように、はい、こうなってますね、はい、まあ、この図にはなりませんよ、主張が悪いのでね、この図になってしまうと黒が潰れてしまう、はい、まあ、ここ先に当てるのかな、まあ、当てても、まあ、当てる手もありますね。でこうやってこうなりまして、はい、まあ、これこう打つと思うんですよね。20秒でこうなってこうなりまして、25秒つないだ時に引きぐらいになりますね。28秒はい、はい、そして何か、はい、15の17でこうなります。でこれあの生きてますね、はい、8目の字で生きてますね。8目でまあ切りも残って、10秒でこの模様がどうなるかが、はい、これは先ほど白三三に入る図よりもこちらの図の方が、はい、断点もありますからね。あ、黒の、はいはい、壁があまり強くない、ね、白。そしてこうなった後の黒の次の一手が非常に楽しみですね、はい、はい、実戦は、白が単に押さえましたね、はい、単に押さえて今跳ねと、で、跳ねですね、はいはい、ここまで進行しました。はい、はい、25秒黒16の18竹宮九段はこの NHK 杯は59回中40回出場されて、白17の17、次1優勝1回準優勝5回ということで、優勝1回というのもちょっと信じられないんですけど、あのアジア選手権ありますよね、はい、あれ確か1期からね相当連覇したんですよ。はい、あのテレビアジア選手権は、はい、あの日本と中国と韓国のテレビ棋戦の優勝準優勝者が出る棋戦なんですが、1期から4連覇されました。そうですよね、はい、ですからね NHK 杯1回しか優勝してないっていうのがちょっと信じられないんですよね。そう、世界でも優勝されてますので、その4連覇されたあたりではあの、はい、世界最強の男と歌われて、まさにその通りなんですけどね、ええ、はい、あれ、あ、抱えましたね。14の18、いや、これはちょっとびっくりですね、はい、10秒、これは先ほど、主張が白でいいので、はい、これはね、まあこう切られたらこれは取られるんですけど、はい、おそらく竹宮九段はこう取ってことかな、伸びますとこう通ってことですかね。25秒こう捨て石にしまして、はい、28秒こう通ってことなんでしょうね。17の14、先ほどの主張の図にはなりませんよ。あ、そうですか、はい、19の15で、はい、切りました、当ててつな、はい、あ、まだつないでませんが、ね、はい、さ、多分こう上から押し切りで打とうっていうことです。これは新しい手ですね、はい、今まで実戦では実戦ではないと思いますね。25秒白18の16、あ、引きました。黒18の13そうですか、ちょっとびっくりしたんですけどこの切りを打たせたいんですよ、はい、切りで抜きになりますよね、つなげてもなく、はい、でこうやるんです。これと跳ねる一手ですよね。でね、こうなるんですよ。こうは絶対ならないって言ったんですけど、はい、14の17、まあ、ここでこうつけようってことかな。ここにですか、はい、なるほどね。でこうやってこうですよね、はい、でこうなって取られちゃうんですが押さえて、でこうなってこう絞って打つという、あ、でこう押さえてね、
や、下辺の構えがすごいんで、まあ、これは跳ねるかもしれないんですけど、はい、25秒。いや、しかし素晴らしい打ち方ですね。17の13、はい、黒17の12、はい、途中までね、主張が悪いので、うん、それが常識なんですけど、私もちょっとはい、これを取ってしまうとハマりが立つと教えていただいたことがあったような気がしたんですが、さらにこう上をかぶせようという、はい、うん、さすがですね、はい、この時間の迷子でこういう新しい手を打たれるっていうのは本当に素晴らしいですね。実戦は切りに対してつなぎ、つながりました。あ、つなぎですか。15の15、はい、そして黒をしまして16の14、はい、で押しの5と、はい、抜けませんでしたかね。抜くと5は変わってくるんですかね。10秒、うん、抜きの方がこちらからの利きがない分得、字がちょっと得な意味あるんですけどね、はい、まあ、ちょっと味悪いと見たんでしょうね、はい、白16の13。いや、これは素晴らしい図を見れましたね、はい、もしかしたらこれから棋士の中でもどんどんこの形が打たれるようになるかもしれませんか、うん、いや、なかなか打たれないとは思うんですけど、すこの碁では下辺がすごく大きいから10秒、すごくこう碁盤全体に合ってるんですよね、はい、で右辺の価値が小さいのと、素晴らしいですね。本当に白16の12、このツケを黒15の12ツケ、かっこいいですね、はい、せめてこれが当たってよかったですね。、はい、このツケを先生見てたんですね、竹宮君ね、はい、10秒、うん、後藤九段からため息が、はい、そうですね、はい、これそんな打ち方があるんだなという感じ、まあ、なりますよね、はい、先ほどの解説の図になると思うんですが、白15の13黒14の14、こういった定石にとらわれないで、こう自分でどんどん、ね、はい、生み出していくというのはう、ね、とても、はい、なるほどなと、はい、勉強になりますね。名人に定石なしと言いますけど、本当にそんな感じですね。20秒、白18の12、ただこれで黒がいいかどうかはまた別問題ですよ。14の13、そうなんですか、すごくこの局面にマッチしてますけど、これではっきり黒がいいというわけではないです。5はいい勝負だと思いますね。やはり白も実利はかなり得されてますか。はい、はい、ただ竹宮九段の17の11黒16の11白、ね、17の12で押さえて黒17の10まあ跳ねでしょうね。10秒、20秒、25秒、28秒、30秒、後藤九段2回目の考慮時間に入りました。残り8分です。この一応ためらったのもね、まあ、跳ねたらこの当たりを打つかどうかはちょっとわからないんですけど、当たりを打って押さえて、まあ一応こうやれば取れてるんですよ。うっかりこっちからやりますと取られて悲鳴が出ちゃうんですけど、これはこちらから抑えられませんので、こちらから打ってね、でその後に切りが残るんですけど、切っても、はい、まあ、どっか黒が手抜いたんですね、こう当たりして、まあ、こう出てて大したことないんですよね。出ててもね、はい、これでも大したことないのでちょっと跳ねを躊躇したんですね今ね、はい、でも跳ねると思いますけどね。どうでしょうか。あ、跳ねませんでした。あ、下がった白19の12、はあ、これは筋なんですが、ちょっと私には打てませんね。これはどっち違うんですか、跳ねや取りと。これね、はい、切りを、そうは言っても切りを残すと思ったんですけど、この方がいいんですかね。これは例えば取りとこではいけないんですか。鳥よりはこの方がいいんですよ。鳥はもう当てが効いちゃいますよね。8の12、これはまあ何も効かないという、そうですね、はい、ここまでいけませんので、はい、
ああこの方がいいんですかね。まあ手としては本手なんですが、はい。はい。で下がりまして。で先生にしては竹宮九段にしてはね、珍しく広げなかったですね。こうもうちょっと何か大きくいかれるのかなと思ったんですが、こちら。この手を見るともう形勢よしと見てますね。はい。白5の18、ここは黒字ですか、はい、6の18、相当黒字です。もうこの線は入ってこれないでしょう。無理ですか、はい、これは。まあせめてここかこの辺かな、この辺まで行かないとでも勝てないと思うんですよね。はい、私ならこの辺に行って、うん、もう死んだらしょうがないという、取られたらしょうがないという打ち方しますね。ここに来られますとやはり黒は攻めて行くことになるんでしょうか。ですよね。何か、うん、この辺来るのか。25秒。こちらに。ここ来たらちょっと狭間が嫌ですね。28秒。はい、30秒。なんかこのタイミングで白は入っていきますか。そうですね。残り7分です。でもこの後は竹宮九段のね、数多い名曲いっぱい多いんですよ先生。ですけどこれこのまま打ち切ったら名曲ですね。うん、そうですか。もうこの右下の新型の。もうこの月に感動して、はい。はい。でもね、局面にマッチしてるんですよ。ここが下辺が大きいのと右辺が小さいのとのバランスで30秒あのあり得る姿でね、普段やると甘くなりますよ、例えばここの幅がもうちょっと狭い時とかは良、はいね、くないんですか、はい、素晴らしい図ですね、この右下の図はね。あの次は白番なんですが、例えばこう我が道を行って左上こう閉まったりですとか、はい、そういったのではあまり良くないんですか、ね、そうすると55秒割と早く負けちゃうような。58秒、まあ、肩か60秒。後藤九段引き続き4回目の考慮時間に入りました。残り6分です。こうこの辺ね、最近焦げ始まりやけに流行ってるんですけど、そうするとまたこの辺とかね、これ何目ぐらいあるんですか。相当ありますよね。掛け算としてもこれ7でしょ、この辺だけでも50以上あるんですよ。この辺取れてますからね。この辺ぐらいまでで 50、はい、50ぐらいはあるんです。じゃさらにもう少し、はい、70ぐらいとかはあるんですか、はい、ここに打たれたらもうこうとかなんか打たれたらダメなので、はい、まあここに打てば普通ですね。で私だとここに打ちたいというのはちょっとこの断点をね、秒あの含みに、そういった意味でもやっぱ羽が1本あった方がいい意味もあるんですけどね、うん、まあこれが普通だと思います。50秒これでしたらそんなに心配もないっていうことですか。いやこれでも上から来るかもしれないですね。さらに上から攻めて、はい、58秒あ一路控えられました、はい、こちらですね。これまた素晴らしいですね。9の10素晴らしい、はい、これは黒がこれで十分と言ってるのに対して白はこれで十分と言ってる手で、あのすごくお互いに品がいいですね、はい、お互いに これで打てると自信あると、白はだからこれで自信あると言ってるんですよ、はい、だからこうなるとこうなったらどっちが勝つかというのが面白いですね。例えばこのように、はい、例えばなりますと、はい、もうこれは絶対黒字、はい、これも絶対黒字で、はい、でも白は10の11ここまで踏み込まなかったのはこれで十分という仕方だもんね、はい、ただ黒もあの竹宮九段もこちらに打たれましたので、はい、10秒、はい、そうですね、お互い十分と言ってるところで、こう主張を通しながら打たれていると、ね、はい、竹宮九段は黒番ですとこう模様を張られる碁を打たれますが、はい、白番でもそのような碁を打たれるんですか。そういうこともありますが、白番ですとまあ普通にと言いますかね、うん、手厚く打たれることもありますね。昔はね、竹宮九段も三々とかね、白ですと三々とか打ってるんですよ。もしあの2手目とか4手目とかで、はいはいはい、そうなんですか。あの最初に本因坊になられた頃は打ってたと思います。あ、はい、ではあまり初めの頃が宇宙流、いや宇宙流も時々あったんですけど、もう一辺倒ではなかったですね。お尻に跳ねましたね、はい、はい、20秒でつなぐ、ね、白11の9黒11の11次、10秒下辺の字60は超えてますね。60以上、はい、白は4隅を取られてますね。はい、はい、25秒
白12の九。一つ覗きですかね、はい、黒ここは10の8覗きで打つところなんですか、はい、そうですね、あの今シチョウが悪いんで切る手はないんですけど、仮にシチョウが良くなっても切って2目取っても喜べないところですね。どちらの2目を取れるんですか。もしね、何かこうシチョウが良くなったとしますね、でこれでも良くなってないね。あ、じゃあこ何か、はいはいはい、あもし良くなったとしたら良くなったでですね、はい、で当てて28秒、まあ、例えば、まあ、押し切られても嫌ですし影ぐらい打たれてもね、次、はい、この2目を捨てるんですね。そう、こう取ってもね、はい、またこう2つ切りますからね。10秒、あ、またこれは当たりも6目しか増えてないですからね、はい、と白が、まあ5によってこっち通過こっち通過ってことですね、うん、こっち繋いでても、まあ、あんまり得しないということですね、はい、ならば覗いて重くしてね言った方がいいですね。でも切られてしまうと両方助けようと頑張ってしまいがちなんですが、そうすると切りは立派な手になってしまいますね、はい、でこうですね、はい、かけました。実際のこう今の形勢というのは20秒、私の感じでは黒が打てると思いますけどね。25秒、はい、28秒、30秒、後藤九段5回目の考慮時間にありました。残り5分です。白はですね、まあ、こうまずこうちょっと入りにくいですよね。こう張ってもどんどん伸びられて、張って飛ぶというのが陣の頑張った打ち方なんですが、ちょっと真ん中が薄くなってしまいますよね。そうですね、はい、この5目これまたこっち例えば飛んでね、飛んで40秒こっちに持たれるような手がね、またいい手になってしまいますので、まあ、灰だけは考えにくい。何か中央補強すれば、まあ、本手はこうですね、秒本手はこうなんですが地が足りるかどうか。55秒、ね、出ました。白14の4。出たということは切ろうということなんでしょうか。切るんですかね。切るの10秒、うん、切ってみますか。はい、まあ、仮に飛びくらい、これはよく上に伸びるような手が、はい、そうですね、はい、こうなりました。20秒、今飛びくらい打ってても25秒、そんなに白も嬉しくないんですけどね。28秒、30秒、竹宮九段6回目の考慮時間に入りました。どうなんでしょうか。残り4分です。出られたところで考慮時間です。切りは怖くないと思うんですけどね。ただ黒はこういうふうに外して打つ手もあることはありますけどね、まあ、抑えると思いますけどね、はい、正面から行くかちょっと軽く打つか、ね、どちらかですか、はいはい、抑えました。黒14の5。切りました。白13の5、はい、10秒。一見飛べば普通ですね。一見飛ぶか抑え込むか上からダーッと当てていくかですよね。あ、まあ、上からはないと思うんですけど、全くないとも言えないですけどね。これはないとは思うんですけど、はい、黒13の3。どんどん伸びて、跳ねれればいいんですけどね。でまたこれも伸びになって、でこうやればもしかして取れるかもしれないんですけど、この増え方がここの白13の2、こっちの方が増えてるんですよね。石数はかなり白の方が取られてしまってますけど、はい、うん、でもまだちょっと効きがあるでしょ。どうかこの辺に効きがあってちょっとはっきり取れてないのと、多分これはあの白は損してないと思いますね、はい、実戦も、跳ねませんでした。20秒、抑え込みですね、はい、これは下跳ねる一手で、黒12の2、抑えとなりました、はい、ですね。なんで繋いで多分こうなりますね、うん、で先ほどのこうなってこうなるんじゃないですかね、うん、これでちょっと白14の2。白も大変ですけどね、はい、また何かこれ助けないといけないでしょうか。そうですね、まあ、こうかな。10秒、あ、この出来手を狙うと、はい、でこうやってまだちょっと薄いですもんね。完全ではないような気がします、はい、でもこれとこれがない方がいい可能性もちょっと出てきましたね。でまあこんなことになるんですかね、はい、黒
11-4、実戦も飛びとなりましたので、うん、はい、はい、ここまで実戦ですね。はい、はい、これ逆に伸びる可能性はないですか。うん、それもそういう手もあるんですが、こう並びになりますね、はい、これでいいかどうか、それでこう飛んでる方が スムーズかな。20秒、こういう手もありますか。ちょっと薄いですね。25秒。伸びました。こちらに、はい、伸びました。さすがですね。12の5。ちょっとね、属手なんで属手かなと思ったんですけど、でもこの場合切りを狙うと、この場合、今早かったです。こちらです。12の7。なるほどね。なるほど。これどんどん押させようという手なんですね。10秒。あ、これで、あ、切れないんですね。切れるんですけど、はい、切りますと、20秒。あ、こう押された時にこれか。そうですね、これ逃げれるんです。逃げれないんですね。28秒。あ、そうですね、もう2手しかないですからね。はい、はい、ダメですか。後藤九段6回目の考慮時間に入りました。なるほどね。残り4分。ここですか。急所ですね。はい、白は押すしかないですか。押すか越すのかですね。ちょっとこの手もどっちかですね。どっちか、はい。ここで白番後藤九段の考慮時間となっております。お互いに考慮時間残り4回ずつです。後藤九段は関西総本部の常務理事をされていますので、本当にお忙しい日々をお過ごしで、毎週週に1回は東京の方にもお仕事で、はい、いらっしゃってます。50秒。そんな中、この NHK 杯にも出場できるほどの成績を、うん、ね、はい、棋戦で挙げられてますので、はい、58秒、はい、すごいですね。60秒。後藤九段引き続き7回目の考慮時間になりました。残り3分です。年齢が同じでね、小松九段と A、はい、まあ、10代の頃はよく遊んだんですけどね。そうですか。勉強もしたりもしたんですけど、プライベートのお付き合いもかなり、はい、ね、普段はどういった方なんですか。うん、いや、楽しい人ですよ。あの、先ほどのインタビューのような、はいはいはい、30秒。55秒。うん、惜しいですか。白11の5。黒10の4。伸び。一回押したらもう一回でしょうね。10秒。20秒。25秒。あ、もう一回じゃないですね。11の7。はい、黒6の3。この手をおとりにしてこれを打たせて、単に並ぶとここに構えられるより、実戦のこうなってる方がまだ20秒。味がちょっとあります。出る味がありますしね。完全ではない。曲げも効くし、25秒。これいい手ですね。さすがですね。はい、28秒。で、今黒がここにかかりましたね。はい、今ここでこう一目取ってれば本手ですね。はい、余裕があればこう打っていたいところですね。少しこう頑張らないといけない形勢ですと、何も打たずにということも考えられますか。そうですね。でもここに入ることはちょっと無理でしょうから、まあ受けるか、受ける何か、ちょっと受けにくいんですけどね。はい、難しいところですね。はい、30秒。つけではなく14の7。へ打たれました。いい手ですね。いい手、はい、これはいい手です。はい、はい、いい手ですね。これ、なるほど、これ本手なんですけど、ちょっと気が利かないでしょ。ね、収まるだけで、うん、この手は一応出を見て、なおかつこの出を封じてますから、黒がこう守れば、はい、まあ、こう守るかもしれませんけど、ちょっとこの出に対して切ってていいところにいますよね。援軍になってますね。はい、なるほどなるほど。黒15の7。まあ、当然、まあ、今こう打ちましたね。はい、で、黒こう打ちました。でもこれとりあえずいい手ですね。はい、一石二鳥のような意味合いが、はい、
10秒。さあこの次の一手が難しいですね。とりあえず何かこっちの方ですか、はい、左上というのは間違いないんですけど、どうやりますかね。まあこの辺打てば相場ですけど、25秒、はい、ちょっと正直すぎる。30秒、ね、後藤九段9回目の考慮時間に入りました。残り1分です。この辺りで後藤九段かなり時間を使われております。はい、はい、どうやればこの辺行きたいんですが、打ち込み、はい、まあ、こう打たれて、これはどうするんでしょうか。どうすることもできないかもしれないんですよね。あのまあ伸びて、はい、つないでこう出るような、出る、いやいやいや、まあ、うまくはいかないんですけど、はい、取られたくないのでこうですか。40秒。これは意外とね、これは何でしょう、こうですか。はい、はい、押さえます。これは意外とうまくいった方ですね。はい、まあ、はい、どう打っても押さえれば白勝ちですね。はい、あと黒3手しかないので、うん、はい、28秒ですが、60秒、後藤九段最後の考慮時間、出がね、効かないかもしれませんよね、この出がね。あれも助けてくれないんですね、出が効かないでしょうね、うん、こっちを取られてしまうということなんですか。でも全くないわけでもないですね、うん、でもちょっと打ちにくい、損が先なんでね、はい、はい、出を先に打ってはダメですか。出を先に打つと、はい、先まあ、打ち込み1本ぐらい打っときますか。はい、あ、打ち込みを1回、はい、つけて、で出がね、上のダメ詰まりになっちゃうんですよ、うん、今度こう曲がってくるかもしれませんね、はい、うん、例えば切りますと、40秒、切りますと今度こう打ちまして、はい、こうですか、割り込んで、あ、ダメ詰まっちゃうんですね。そう、あ、そうですね、これはもう、はい、2、3、4、はい、2手しかありませんので、はい、実戦は白14の9。なかなかこの上辺にも入りづらいところなんですか、うん、立派な手ですね、この取りもね、はい、なるほど、取りました。10秒、いい手、いい手しか打ちませんね、さすが対局者ですね。この飛びというのは白の、はい、白の補強しつつ若干右上の黒も、この黒をね、もしかするとちょっと脅かしてる意味が、25秒、はい、28秒、あ、でかけついですね、はい、黒、まあ、14の11、ね、はい、後藤九段の考慮時間がなくなりましたので、はい、この後は1手30秒となります。そう、10秒、うん、20秒、1、2、3、4、5、6、7、8、うん、辛くね、白、はい、4の2、これね、考慮時間なくなると困るんですけど、はい、集中力が増す意味もあるんですよ。あ、はい、緊張感が高まるような、う、緊張感、そう、本当にそれで集中力増すこともありますね、うん、でこうなくなったからといって悲観、そうですね、しなくても大丈夫なんでしょうか。25秒、曲げですね、はい、黒10の5、曲げ、これは受けますか。これね、10秒、どう受けますかね、膨れるとまた跳ねてきますよね。何か20秒、上辺打ち込むとかないかな、ないかな、3、4、5、6、7、まあ、膨れですか。白10の6、黒9の6、あと後藤九段の特徴として辛抱はいい方でしょうね。辛抱、はい、あの、うん、ね、A と言っちゃうかどうか迷った時は行かない感じがしますね、うん、辛抱はいいと思う。こう我慢強く打って、う、ね、こう反撃の時期を狙うということですか。1、2、3、4、5、6、辛抱いいですね。白9の7、私だったら膨れでなんかいっちゃいそうな、まあ、多分無理でしょうけどね、打ち込んじゃいそうな感じだ。10秒、黒
8-6伸び。まだ中央黒から切りの狙いがあるんですよ。切られたら嫌ですよね。はい、地も抱えてるぐらい。20秒。1、2、3、4、5、6、7、8。あ、押しですか。はい、白8-7。これを跳ねるでしょうね。伸びではなく跳ねですか。はい、10秒これね、下辺黒地が出来上がってからね、あんまり白地が増えてないんですよね。そうですね。中央にすと左上に、うん、左上もね、多分跳ねてから受けなきゃいけませんよね。7-7、はい、切りがありますの で両掛かりぐらい来そうなんですよ。切りがありますけど受けますよね。切りが困りますね。ありますね。だからまあこうですかね。でもこう来るでしょうね。でこれ大きいですよ、やっぱり。20秒もう見た目で50ぐらいと言いましたか。50、多分60はあると思いますよ。60、はい、はい、白、はい、11-6。線は、ね、ここにつなぎました。はあ、そこへ。28秒。あ、ね、黒7-6。次、両掛かりするかと思ったら継ぎましたね。10秒、はい、20秒。1、2、3、4、5、6、7、8。白6-2つけ。この手はね、まあ、今そのつけでこう小ゲイマに打てば普通なんですが、まあ、こう打たれて足りないと見てるんですね。黒5の3。地合いがということですか。はい、はい、多分正しいと思いますね。でつければ大体プロは伸びますね。抑えではなく、うん、抑えるとこの子だと切る手はないか。いや、抑えもないことはないんですけど、まあ切ると当ててついでていいですかね。ついでて、まあ、なんとかなりますね。取りますと、6、まあ、こう当て白5-2。まあ連絡できませんのでね、こ はい、これは白得してないので。でもなんとなくつけると伸びたくなるとこなんですね。伸びて、はい、伸びます。繋いで7-3。実戦も引きとなりました、ね。はいはい、押さえた方がこう切りがないとすると地は大きそうに見えるんですが、でもここもまた残ってるので、はい、あまり地にならないので、でまあこうなって、こなんかこっちの回ってつけぐらいに回って、この辺りで、こうかこうか、ね、どっちかわかんないです。はい、3、4、5、6。隅で打たれました。白3-5。まあ本手ですけどね。コスミ本手です。で右上の押さえ。黒17-4。やはり下辺の地60ぐらいはありますよ。60。大きいですね。はい、20秒。1、2、3、4、5、6。白18-4。黒18-5。こちらの跳ね継ぎですね。1、2、まあ、先手ですね。白18-3。跳ね継いで、はいはい、手を抜くと跳ねて、でわかるですか。でここへつける手がありませんか。つなぎますと、あ、中出のようなことになるということなんですか。そうですね、はい、はい、でこうつぶそうですね。18-6でちょっとスペースが、はい、うっかりこういきますとね、こう跳ねられてこうなって、うん、こう上から行かれて、はい、10秒これは生きてますね。は、はい、押しつぶしですか。だから黒からも先手なので、はい、まあ跳ね継ぎまではしょうがないですね。黒が受けるかどうかは分かりませんけどね。そうですか。跳ねて押さえてつなぎに、実戦は入りました、はい、7。そして、うん、ここも大きいんですよね。5-17、はい、
こうなんとなくもう寄せに入りそうな雰囲気が、はいはい、そうですね、はい、でもこれ60あって70よりちょっと多いですね。 黒ですね5の16。白地はどうですかね。当て込みましたね今。10秒。白も4隅取ってます。60ぐらいはありますね、はい、でこの辺につけばまたちょっと勝負になりますけどね、うん、はい、4、5、6。白4の17。はい、この範囲でこれつけた方が良かったですね先ほど。こちらですか、ね、真奈美さんが言ったつけて、これは出れませんよね切ってて、はい、25秒。助けるにはこうですか。28秒。当たりを打ちまして、ね、黒、まあ、こう当てから跳ねられてダメなんですよ。そうですね、もう3手しかないので、はい、でだからこのつけ越して5打つしかないんですけど、でつなぎを先手で打つべきでしたね、つなぎ、はい、でこうなってからこう打ってれば多分はっきり黒が良かったと思うんですけど、これ白は受けざるを得ないところなんですか。何かあちら先に打つのは、こっちに打っても跳ね大きいですね、はい、確かにこう白地が黒地になってしまったような、はい、白18の18。でまあこれちょっと固めに打ちましたね。でこうなって、まあ、これでも若干黒いいと思いますけど。10秒。つなぎまして、これも黒が打てちゃうんだ、はい、なるこれたまりませんねこれね、に、はい、手を抜くこと、手を抜くとこれが先手ですよね。18の10。どこに入らないと、はい、寄せとして、ま、大きいですねこれ、まあ、こう打っとけばまあ大体この当てが先手ですからね白から。はい、でもこう打つと今度こっちから決められちゃうことがあってね、うんうん、ちょっと辛い聞かされとなってしまいましたか。 で下がり、はい、20秒1、こちらには、うん、はい、打たれないんですね。5、6、7。次は白番。あ、でもこれ、はい、この白上の下がりは見た目より大きいですね。だいたい何目ぐらいだいたいねでしょうか。そうですね、黒字だけで5目なんですよ。白字も4目、9目、4目、はっきり4目じゃないんですけどね。でも先手ですからね、逆寄せということなんでね。白から今のところに跳ねてまた跳ねるのが、跳ね継ぎは先手ですからね、はい、20秒1、2、大きいですね。3、4、5、6、7、8、9。あ、上にね、はい、白4の11。まあ、黒は曲がってあるとこから二間に降りるぐらいですかね。10秒。はい、あまり深くは入らない、なんか4の線でしょう。竹宮九段のことですか。ここかですね、もうどちらかだと思う。こうドカンと行くのは良くないね。いや、それもあるかと思うんですけど、なんとなく流れが、はい、黒線もここ4になりました、はいはい、ちょっと形勢良さそうなので、あんまり離れない方がねいいかなという。こう離れて分断されてしまうと攻められてしまう可能性が。で次にコスミつけるときは1なんですよ、黒から。1、2、3、白も滑るかつけるか。5、6、7、8。滑りです。白2の7。これ今ねつけるか迷ったとこなんですけどね、こうつけるとねこう押さえるんですよ、はい、でこう切りますよね、はい、でこう当たりしまして、これは下がりですか。でこう行く手があるんですよね。あ、渡らないといけないんですが、でこう切りまして、抜きます。これは大きいでしょう。17、そうですね、はい、これは、はい、それはまあこの4目が綺麗に、はい、これは終わってしまいますね、はい、こんなところに当て込む手があるんですね。で滑って、はい、滑り、あ、ここですかね、先手ですか。黒に次打たれますと全体の目が薄くなるのでね、はい、受けになりますね、はい、白13の7。黒13の6。ここに出たということは切ったらね、はい、切りましたら、切ったら多分ここに覗くということでしょうか。覗き、はい、
つながずに例えば何か手を抜きますと、まあ、10秒このような手が、はい、3、まあ、一応 目の具合がね、はい、ああ、7、掛け目ですね。そうここでここをこう跳ねら跳ね伸びぐらい打つと12の6、これはごめんなさい、こうかな、こうですか、ちょっとピンチですよね。三目中目になってしまいますね、はい、ますね。これをまあ細かい手ですが打とうということですね。今白が切ったところで黒番でしょうか、はいね、覗きにはじゃあ白を継がないといけない、ね、はい、はい、25秒、そっちから黒12の4。はじめねこう切ってもう繋いで効かないとじゃないですか。そうですね、出ても、なんでそこ打ったのかなと思ったら、はい、こういく手を見てるんですね。出ますと、はい、で単に20秒、切りを打っちゃいけないんですね、単に、はい、あこれ切れないんですね、こちらからね、はい、繋げない、はい、これ出ますと17の6、一応というか切る手があるかもしれません。繋がないといけないんですが、まあやるかどうかは別としてね、このようなね、ここだけでは二眼できませんので、厳しいですね。筋がいいですね、このつなぎは。10秒、そちらからの利きが、はい、今これは時間つなぎですね、はい、実践は時間つなぎと、なるほどこれも立派な手なんだ。20秒、こうやってこう跳ねる2、3ですね、4、5、寄せとしてということですか、ちょっと得なんです。7、8、はい、このね、細かいところも強いんですよ、後藤九段はね、ええ、単に跳ねたりするよりも得だということなんですか。10秒、単に当て込むよりは得なんですよね。黒かっこいい16の5、ここね、はい、まあ、どういった得っていうのはここ聞いてるじゃないですか、はい、これ両当たりがありますので、これと比べるとちょっと得なんですよね。3、4、これを打って、まあ、羽がつなぎになればまた当たりが効きますからね。あ、さっきは、こう押さえてしまう形になってしまうんですね。はい、18の7、なるほど。で黒がこう打ったのはまあ同じようなもんですね、当てて、はい、あ同じじゃないんだ、やっぱ正しいんですよ。でつないでここに石が来なくなりましたよね、はい、ここの字は同じなんですけど、もし黒がこう跳ねた場合に、はい、将来的に、ええ、まあ、なかなか跳ねれないんですが、跳ねついた場合にここに割り込む手が残ります。3、4、あここまでいけるんですね、こう切れませんので、こちらから、ね、はい、黒の字は変わりませんけど、白の字が変わる可能性があるということですね、はい、本当にこういった細かいところもそつがないと言いますか、そうですね、この時間のない中両対局者素晴らしいですね、うん、はい、で先ほどの出が怖いので跳ねました。これはね、今跳ねるか挟みつけるか、あ切る手もあるの、ありますね。28秒、これはその手ですか。19の11、白19の14、まあ、こういうのもできれば打たない方がいいんですけどね、まあしょうがないですね。っていうのはコウ立てなどの具合、右下に跳ねた場合にね、黒が、はあ、はい、ここに、まあ、大体白の当てが大体効くんですが、こう打たれても同じなんですけど、こう跳ねた場合にもしかすると20秒、こちらから寄せる可能性がね、うん、あるかなと思ったんですけどね、はあ、まあ、28秒、ね、そして5の5、はい、ですね。やっぱり竹宮流は寄せでも厚いですね、うん、それもいい手ですね。10秒、まあ、こういうとこ大体一つ出る感じなんですけどね、飛んだ時に。20秒、はい、1、2、3、4、5、6、おつけました。白7の12、つけ、これはね、こう跳ねたら切ろうとしてるんですかね。あ、どうなりますか。まあ受けてても問題ないかな。跳ねて受けて、
25秒28秒、はい、それで問題ないですね。黒一瞬ね、切る手が心配、ちょっとやってみましょうか。切る手がね、はい、こう切る手が心配だったんですが、でうっかり何かこう頑張ったりするとちょっと果てられて事件ですよね。これそうですね、はい、抜くしかないですが、はい、これはもう負けます、はみ出されちゃいます、はいはい、ですがまあこうですよね、20秒こうやってて、はい、これ何かこちらから抜いてて二目取るようなって、それはまあ二目捨てても、ね、こうやってこうやってここも取っといて、はい、これは白得してないですね。二目取れますけど、はい、これは黒、こちらも黒が増えていて、うん、困んないです、はい、10秒ということで実戦は切らずに上から跳ねました。白もここの心配だったので、はい、こう何もないとね、20秒、一応こういう手もあったんですよ。こうやってこうやってこうやる手が25秒こう受けなきゃいけないですね。あ、切られてしまう。ここに石があるとこう取れますから、ええ、そういう意味でこれもちょっとしたジャブですね、はい、こういうとこ強いんですよ、ええ、はい、実戦引きになりました。後藤九段の得意とするところですね、先手で傷を防いでしまったんですね、はい、そうですね。5、6、白6の12黒6の8羽根、伸びには受けませんでした。あ、そうですね、二目は小さいと見たんですね。小さいんですね、まあ、羽根の方が、羽根はまあ、こっちの方が大きいと思いますね。これ受けるとちょっとの伸びられるのもちょっと少し薄いのでね。でも結構白地つきましたね。そうですね、はい、こう跳ねましたが、はい、白6の13助けられないんですね、はい、はみ出されてしまうので、はい、突き当たりの、はい、ここまでですか、はい、ね、でここへ真ん中に伸びるかね、左辺コスむか。あ、2目は切らないんですか、いやいや切る手もありますよね。10秒、うん、20秒1、2、3、4、5、6、7、白5の14少し白得した感じしますね、はい、10秒20秒黒7の910秒20秒1、2、3、4、5、6、7白一回出ますね、8の8、これがね黒8の9、頑張れないんですよね白ね、ええ、はい、ここ何かね、どっちか打ちたいんですが、このように打ちたいんですが、はい、ね、トントンですね、まあ、こっちでもこっちでもこっちでも、はい、だからここにも打てないんですよ。だからこれも切りがあるので、はい、だからここですか、ここですかね、ええ、今こう切りありますから、うん、あれでも一応1、2、こうですか、なんかこんなことすると一応白も地になりますよね、うん、こちらは何か守りますと、はい、あのちょっと白が寄せ頑張ってますよ。11の8、はい、実戦もこちらに抑えまして、はい、そうですね、ここの当て込みがちょっと気になりますけどね、 今じゃ怖いかな、効かなくてこう切られてしまう可能性がということですか。普通はこうかこうですよね、どっちか、あ、逆に、あ、こっちにかけてみます。黒6の10、全体の目が、でこれでこう覗きから、はい、失礼しました、こうやってこうやると字が大きいと思ったんですが、これが厳しいんですね、これ何か受けないといけないですね、うん、そうするとこの目がここ潰しときまして、ここ二眼できませんから、あ、白切れないので、はい、ここには0が、はい、とここで二眼はできませんね、6、7、なるほど、はい、
白13の10。そうですか。でも白もここで頑張りましたね。はい、これが効くかどうか。これが受けになればあっち渡白地作ればね10秒、相当細かそうですが、これが効くかどうかですね。20秒。25秒。28秒。30秒。竹宮九段7回目の考慮時間に入りました。残り3分です。ちょっとここの、はい、ここで戦いでちょっと白得しましてね、うん、これ効くかというのは、はい、まあ、黒はここ打ちたいんですよね、はい、あのそれでどうでしょう、こうですか、つなぎます、でこうですか、でつなぎですね、はい、でこの辺の押しがまあ下になりますよね。あ、こちら何か受けないと、はい、それでここへ飛び出されてね、どうですかこれ、切らないといけないんですか、はい、はい、こう切ってくれると簡単ですけどね、こうやって曲がってってもね、はい、あ、でまあ曲がりで回っていく身でももう簡単に来るためですよね、これは、ですからこう切りますよね、はい、でこうなりますよね、これどうですかね。15秒。どうでしょうか。黒ここで白から何かこの黒を取り込む手があるかどうか、うん、かどうかですね、はい、一応でも黒も気持ちよくなってきましたよ、これで受けてるんでちょっと地合いもちょっと心配なんですよ。あ、実戦も、はい、あ、こすりましたか、あ、桂馬ですか、はい、こちら桂馬ですね、打たれましたので、まあ、これでこの手になるかどうかが勝負ですね。はい、3、4、5、6、7。あ、それで白5の15、黒手はないと6の16、次はあ、なかったんですか。10秒。あの後藤九段はないと判断したんですね、うん、なかったかもしれませんけど。20秒。1、白もやっていって、もし何もないと、はい、こう内側からいってしまう、損してしまう可能性が、白17の19、黒15の19。10秒。ないと見たんですね。でも寄せば白頑張ってますよ。6、7、うん、そこ出たいですね。白5の4。これはまあ抑えたらピンと都合という手ですよね。抑えか緩むか、うん、ちょっと緩みにくいんですよね。20秒。まあ抑えると直接手はないので、でここへつないできますとハサミツケが残るという。黒が例えば手を抜きますと、ここにハサミツケがあるんですね、はい、下がるとここへ切られまして、はい、伸びて切るとあちらが見合いということですか。はい、10秒。実戦抑えました。でまあ継ぐと思いますね。はい、抑えて白番。ないですね。20秒。ない。1、なんかいい手があるかもしれませんけど。4、5、6、7、8。白6の19、黒7の19。左上にちょっと何かいい手がないか今探してるんですよ。黒の字の中にですか、ええ、何か手があるんですか。あの出て押さえたところに切り込むとかね。いや、ないかもしれないんです。今それを探してるんですよ。そのためのじゃあ、はい、今この下辺は時間つなぎと、これは絶対ですからね。5の19、はい、黒7の18。ここでいい手が出ればね、どうでしょうかね。10秒。こう黒地を荒らす手があるかどうかということですか。ちょっと得する手がねないかどうか今。20秒。1、2、3、4、5、6、7、8。うん、今探してると考えてるんですよ。時間つないでね。黒7の14。7、8。あ、切りました。ね、そこに切る感じなんですよ。6の5、で黒がもしこう頑張って
で次になりますね。でこう頑張った時に20秒ここに何かいい手があるかどうかですね。25秒こうですか。こう、ね、出ます。28秒とこう30秒竹宮九段8回目の考慮時間です、これは残り2分。そうですね、これが取られてしまいます、はい、これ多分無事だとちょっと黒がいいんですよ。でここで何かいい手があるかどうか、これはいい手ですね、うん。例えば黒がここまで頑張らずに何か受けますと、はい、で黒がもし穏やかにこの辺打ちますと、はい、まあ例えばここに繋いでても繋ぎますと、ええ、今度こっちに受けにくいでしょ。ここに受けた時に得でしょ。切り込む手が残りますからね。あ、後からですともっとこう広げられてしまいますけれども、ええ、この状態で地より、うん、ね、これとこれは白得ですよね。切る手が残りますからね。はい、こうやって、はい、このような何か減らす手が、はい、なんで黒もどう受けるかが50秒頑張るか、そうですね、少し妥協するか、はい、60秒、竹宮九段引き続き9回目の考慮時間になりました。残り1分です。竹宮九段のことだから これはやりそうもないと思うんですよ、気持ち悪いのでね。うん、まあ、こうなりましてこれに謝る、挟みつけが発生してしまうんですか、はい、謝るのもしかしちょっと嫌ですよね。またこれ出から次聞いちゃいますもんね。いやこれは相当気持ち悪いですよ黒も。これがこう打ってれば問題なかったですけどね。これがちょっと桂馬なので付け越しの具合が、はい、55秒、うん、黒では妥協された方ですか、はい、穏やかに来ました。はい、やはりちょっと気持ちが悪いということなんですね、はい、うん、まあ、正しいけど10秒一度は少し得しましたね、はい、6、7、白13の11、黒13の12、7、8、持ち手がね難しいんですよ。白12の11、黒12の12、これもやはり時間つなぎをつながら左上 をどうやるのがいいか、まあ3の線に継ぐ感じですけどね。10秒5、6、7、あ、まくりました。もう白5の6、まあ抜きですね。黒6の6、ここで出る手があるかどうかですね。さらに下へ、さらに、はい、まあ、引く手もあるんですけど、ああこう引いてぶつかってる手も立派ですけど、こうして、はい、押さえてこれも立派ですけど、10秒ここに出る手がどうなるか。筋はこうなんですけど、はい、まあ、押さえれば当てていっていいですよね。ああそうですね、これは、まあ、黒いいんですが、はい、ダメですね。ただここで白こうやるんですよ。3、4、5、でこの振り替わりは白得でしょうね。ああ、はい、この黒対ここですが、白の方が得してますか、はい、それで出ますよね。出ますよね、はい、切ったらどうしますかこれ。つげばね一応取れるんだけど、こうやって、はい、これは多分白が勝つと思いますよ。20秒、あ、当たり効いてますので、この一目が飲み込まれてしまう。でここがあるか、そこでここがありますか。3の7、はい、はあ、こうしますと、なるほど、はい、切りますと、はい、で継がれて、ああ、これは両当たりと一瞬うまくいったかと思いましたけどね、はい、それを見て出なかったんですね。さすがですね、すごい読みが深いですね。でこういった、はい、実戦はですね、こでこういったらこういこうってことですね。7、あ、でも実戦、はい、と黒、はいはい、そうここにぶつかりまして、はい、2の8、伸びとなるほど、なりました。こう切ってもこの黒は生きてますからね。切ってもね、で切りますと、ここ打たれてもう全然生きてますからね、はい、はい、でこうなりまして、で伸びまして、はい、でガチャンってきましたね。10秒、はい、こうですね、はい、なるほどね。これは結局どちらが得したんでしょうか。まあ黒は20秒そんな損しなかったように見えますね、ええ、冷静に受け入れたんじゃないですかね。5、6、7、8、うん、白2の6、
黒5の7、うん、3、4、5。さあここで黒が決めに行くかどうかですね。決めにというのは何か手が左上をね、はい、こう出て当たりますよね。でこれ切りたいんです。黒、はい、4の3。いやいや、でここ取ってくるんですよ。まあ一応ここのコウの具合でね、ええ、はい、ですがまあここに切ったりしてこのコウは黒が白頑張れないでしょうね。これははい、で頑張れないとこうなった時に、はい、まあこれ絞り効きますよね。こちらから10秒、はい、1、2、絞り効いてで押さえて、まあ、一手勝ってるんだけど攻め取りでね、3の3がちょっとへこんでは黒全部効いてしまいます、はい、3の2ちょっと白あまり得しなかったですね。そうですか、はい、実戦もそのような進行になりつつ、はい、ありますね。10秒。あ、はい、この突き当たりがいい手でしたね。竹宮君もここでねこう緩まず突き当たった手が厳しい手なんですね。はい、でこうしまして、はい、白も受けば仕方がないところだったんですね、はい、ここで1本出たかったんですけどね、はい、白2の2、こうなりまして、はい、2の5、こうで、つないで出て、はい、そして、切りを先に打たれました、はいはいはい、できたんですか、はい、まあ、同じような図になると思いますね、はい、6、7、8白、3の4、黒、2の320秒、1、2、3、4白3の1黒2の44、5白3の2で左辺押さえですね、はい、黒2の93、4、5、6白9の11黒10の12星に並ぶのがいいんですかね。10秒左辺の星のところに、はい、ね、寄せとしてはですがちょっと形勢がはっきりしてきましたね。20秒、1、2、3、黒の方が残りそうでしょうか。6、7白8の1黒9の27、8白12の110秒。ここは放り込む。黒11の1放り込みかと思ったんですけど白13の1寄せとして、あ、そんなことないですね。そんなことないですね。いや、失礼しました。10秒。放り込むと損してしまいますね。そうですか、はい、20秒。黒3の8これは先手ですね。はい、そうですね。もしかすると、まあ、これ受けるんですけどね、はい、上辺継がないでなんか左辺打つかもしれませんよ。白が左上受けまして受けますよ、ね、そうすると黒が、うん、はい、上辺白渡りが残っているんですが、はい、受けないんですか。ここにこうつけるかもしれません。10秒。これはこうですか。でこういうこのようにはいこうですね、はい、でこのように打つかもしれません。あ、 これが効かないかもしれないですが、まあ大きい、はい、大きな手ですからね、こう、あ、ここまで先手で決めてあちら25秒こう打つ可能性もありますが、まあ、はい、黒11秒、まあ、形勢いい時は何もしない方がいいんですけど、はい、つなぎました、はい、4、5、6、7、はい、白、ね、4の1010秒一つ切り込みですかね。20秒。あ、まあ、つける筋ですね、はい、黒2の11で白が突き当たった時に10秒どう打つかですよね。跳ねて攻撃はしないでしょうね。
はい、20秒1、2、3、突き当たりますよね、はい、5。この瞬間につなぎではなくさらに下に跳ねるってあるんですよ。白からねコウ立てが見当たらないんですけどね。うん、当ててきたらコウに弾くという手があるんですが、まあ形勢はっきりしてるからしないかもしれませんけど。あ、やりました。やりましたね。はい、まあ、コウ立てが白から一個もないんでね。うん、割り込んできたら弾いて、で取ってきたら、まあ、その上を跳ねてもコウ立てですからね。はい。はい、10秒。コウ立てが少ない時にはこのように打ってしまうとかなり損をしてしまうんですね。そうですね。20秒1、2、3、4、5、6、7、8。なるほど。白1の13。こう勝てないと思うとそれが最善ですね。あ、これでもへこむんですよ。とりあえずコウにしてみてからというのは良くないんですね。そうですね、はい、これが白コウはもう勝てないと思ったら最善の受け方ですね。でへこみます。20秒25秒。はい、へこみました。黒1の10。白1の11。黒1の8。白1の4。黒1の12。コウ取り。10秒。確かに白からのコウ立てが1個もないんですよ。まあ、時間つなぎ打ったせいもあるんですけどね。はい、はい、それがもう最善ですね。白3の13。25秒。はい、切りました。7の11。5、6、7、8。白5の11。黒6の11。白5の12。10秒。20秒。黒9の9。これはまあ、あの取りに行ったわけではなく10秒、寄せの手ですね。まあ、できなきゃいけませんよね、はい、何かね、何か打たないと真ん中の白が死んでしまうんですね。はい、白5の9。黒6の9。で膨れぐらいでしょうか。10秒。で膨れた時に黒当て込むんですよね。ああ。なるほど。メリメリ黒字つきますね。はい。20秒。1、2。白15の8。これも膨れたところの当て込むんですね。はい。黒。これも15の9。出れませんよね。さらに侵入しますと真ん中が死んでしまうんですか。はい、死んでしまいます。つなぐともう一回当て込み打たれちゃうんですよね。10秒。ちょっと辛い気を、はい、はい、強いられてしまいましたか。20秒。1、2、3、4、5、6、7、8、9。白15の10。黒16の9。10秒。20秒。1、2、3、4、5。しょうがないですね。ここ使わないと切り先で打たれちゃいますからね。黒今当てがでもちょっと損しちゃいましたね、結局ね。はい、白12の10。黒19の7。
白19の4。25秒。黒4の9、白5の10。黒15の3、白15の2、黒15の4。白1の11。黒18の11、白19の13、黒1の12、コウ取り。ここのコウは黒は頑張るんでしょうか。そうですね、コウ立てがね、白少ないんですよ。黒17の8。3、4、5、6、7、8。白10の7、黒9の8、白1の11、コウ取り。ここにね、4コウありますね。黒16の2、白17の2、黒1の12、コウ取り。5、6、7、8、9。白5の8。25秒。28秒。黒1の11、はい、黒がこう解消されました、ね、はい、上辺の牌ですかね、はい、白9の1、黒10の1、うん、白7の1。まもなく終局となります。10秒。黒1の7、白1の5。黒8の10。白3の10。黒6の5。はい、今のハンコをつなぎまして終わりですね。はい、終わりですか。はい、終局しました、249手をもちまして黒番竹宮正樹九段の10目半勝ちとなりました。計算は全然いいのかな。ちょっと小さかったよね、これね。はい、小松九段、はい、この対局の勝敗のポイントはどのあたりだったんでしょうか。そうですね、やはり竹宮九段のね、この右下の新しい図を、うん、見させていただきましてね、はい、これが本当素晴らしくて、でこの後黒が優勢でね、そのまま押し切った感じで、うん、だったんですけど、一瞬左上でね、後藤九段にもチャンスがどうかなと思ったんですけど、冷静に対処されて、的確にこう、はい、逆に黒の方がそう得しちゃいましたね、はい、まあ、竹宮九段の名局だったんじゃないでしょうかね。本当に見応え満載の素晴らしい一戦でしたね。はい、はい、小松九段どうもありがとうございました。この対局の詳しい解説と棋譜は囲碁講座テキスト10月号に掲載いたします。どうぞご覧ください。今日の結果は竹宮正樹九段の10目半勝ちとなり2回戦進出を決めました。次回は山田範義九段対望月健一七段の対局をお送りします。どうぞお楽しみに。それではさようなら。